日本神奈川県横浜市中区根岸朝日台。大。岸朝日台大は神奈川県横浜市中区の町名。定番を持たない単独町名である住居表示未実施。郵便番号は231-0854。中区西部の根岸第一の橋の傾斜地に位置し0.079平方キロメートルの東西にやや長い町域を持つ。西は寺久保、北は根岸台。 東は滝の上、南は、磯国東町に接する。一戸建てや中層マンションが建てられ、外国人も多く居住する。1969年に山川総司が開店させたレストランドルフィンは、荒い海の海を見ていた午後で歌われたことから、ユーミンの聖地として知られる。歌詞では、山手のドルフィンとあるが、山手町や山手駅からは離れており、最寄り駅は、 根岸市駅である。住宅地の地価は、2017年1月1日の工事地価によれば、根岸市朝日台5番19の地点で31万6千円、平方メートルとなっている。古くは、倉木郡根岸村の一部で、1933年に、横浜市中区根岸町の一部から、根岸市しは普代の町名で新設された。1935年に、一部を、急ごく、 芝生町に編入。1940年に、根岸朝日台に変更された。芝生の読みが死亡に通じるとして、随所地名に改めたものと考えられている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。横浜駅根岸道路が通る。 根岸朝日台から山下本木磯子線にかけての旧坂は白滝不動村にちなみ不動坂と呼ばれ幕末期には外国人の遊歩道であった。根岸駅方面へは不動坂のほか歩行者専用の東坂が通じている。町内には不動坂上と根岸台との境に朝日台のバス停が設けられている。朝日台は桜木町駅から元町。 麦田町を経由し自然保存館に至る横浜市営バス21系統と横浜駅から伊勢崎長者町駅前を経由し根岸台などへ行く横浜市営バス103系統が利用できる。不動坂上は21系統と103系統のうち一部の便が停車する。ありがとうございます。